今日ハロー YouTube 開けましたね。開けましたね。ハブ西九条フットサルパークの事務所に来ております。よろしくお願いいたします。ウィナーズって皆さんご存知ですか？ほとんどの人知らないと思う。知ってるよ。 e フットボールチャンネルではですね、現在和倉ユースに参戦したウィナーズの模様をお送りしております。和倉、はいはい、ユースは8月の頭にありました。今は10月を迎えようとしているところでございますが、なんと、ウィナーズ一のイケメン、はい、キャプテンマギヒカ選手が試合出てません。うせやろ。出てるやろお前。出てないかも。その試合に出てない理由をウィナーズではもうフューチャーされてないね。俺されてるやろ。そのまだ現今では出てないけどフューチャーはされてるやろ。マキヒカ編とか作ってほしい。作らんよ。ケガしたやつら。なんで出てないかをちょっと今回言いますという。あ、ちゃんともう説明するんや。今まで言ってなかったけど。言ってたよ。今までも何回も言ってんのに、コメント欄で、ウィナーズのコメント欄で、マキヒカはどうしたの、マキヒカなんで出てないのってなってるので、これをちょっと改めて言うんですけど、僕は怪我してました。まあ怪我は別にね、そのお顔ね、バカすんぞ。え、危ない。怪我してました。まあまあまあ仕方ないことではあるけど、まあ事故やからね。もう改めて言います。ちゃんと言おうや。腰です。腰はなんか聞く話によると本当にもうなんか動かない。そうです、動けなくなります。なんか足首とかやったらまだ巻いてギリ出たりとか、まあ、腰はなんか本当にもう歩くのもきつい。体の真ん中にありますので腰って。うせろ。瞬時ちょっと痛いとかじゃなくて、ちょっと痛いとか筋肉の痛さとかやったらまあできるんですよ、はい、じゃないんですよ。もう中がグッてなんので、ぎっくりみたいな感じでなんかパクンって外れてるみたいな。映像とかではマキヒカなんか普通に歩いてるから、なんでこいつ試合出てないの、なんかほんまおかしい人みたいな、頭がおかしい人みたいな取り扱いされてるわけ。されへんされへん、怪我してる。もういい、フットボールチャンネルの映像だけで子供たち喋るやん。喋れ。あの映像が全てやと思って全て喋るやん。いろんな24時間あるやん。まあまあ、あの映像が全てではないけど、俺が二段ベッドの上で喋ってる映像あったけど、二段ベッド上がるまでに10分かけてんねん。腰痛いって言ってんのに一段ベッドのやつ誰も変わらへんねん。腰痛い言ってんのに毎朝毎朝はしごはしごって一段ベッド、それ空いてた。ずっと腰痛いねん。そことかないから俺丈夫なやつや思われてんねん。思われてないって。それが嫌や。お前変な人格出てる。無傷のやつや思われてんねん。怪我してんねん。だって確かにその初日からダンホールにとんでもない量の針刺されて、ぐりぐり巻きにされて。この写真見てよ。腰にこんなテーピング巻くことある？腰かわからんもんあれ。宅配便かも。浴衣着る最初みたいな。もうほんまに、ほんまにもう志村さんが入る後の女の子みたいな。ぐるぐる巻きにされて、でほんまに痛い。だお前痛そうにはしてた。だほんまに歩けてなかったし、そのずっと背筋こんなんやったやん。なんか常に風呂でももう中でも外でも歩くもずっとこうやって。そうやねん、ほんまに痛いのに、その痛々しいシーン使ってないから痛くない人サボりやと思われてる。あ、それは大丈夫やから。そこだけが心配で、もう先言うけどめっちゃムカついたことあってん。和倉であったやん。俺7月からずっと和倉ユースに向けて上げてましたコンディション、はい、やのに8月のそれこそだから前の合宿かね、静岡合宿、僕がハットリックした時、ああ、調子まあまあ良かったとして、そっから和倉次、次和倉に向けてまで俺もう結構上げたり、もうランニングもする、フットサルもする、サッカーもする、上げてって上げてったのに、その和倉直前で腰を大爆発したっていう悲しさもあるね。辛さもあんねん。辛さある。で俺は本当に正直言うと嘘と思われたら嫌なんですけど、僕真面目なんですよ。おギャラもいただいてるので、大つけても真面目よそんな。もう本当にサッカーを真面目に頑張りたいっていうところで頑張ってたんですけど、腰がそうなってしまったにもかかわらずで、グラウンドに行くじゃないですか。対戦高校の子とかいっぱいいるじゃないですか、うん、あ、今日マギーカさん出ないんですか。あ、俺出ないね、うん、マギーカベンチやん結構、まあまあまあなるわけですよ。そんな中、とある高校のね、最後の試合の1個前、はいはい、なるほど、の子に、うまげーかさん、え、サボりっすか、腰とかで別にできるでしょみたいな言ってきて、無理やねんって言ったらいい。
じゃやってくれん高校生、俺がリアルにやったやつもやるから。うわ、ブギクさん。うん、どうした。え、どうしたんすか。いや、俺ちょっと腰怪我してて出られへんの。サボリスケ黙れ。こんばちょっと心苦しかった。大好きな巻きさん、ファン一人減らした。大好きな巻きさんに絡めるなと思って絡んで、サボリスケなんやねんとか言ってくれんかな思ったら、黙れって言って言ったってこと。俺はほんまに出たかった。それはでも出てたよね、その合宿中も。出たいというのが、俺が出たいという気持ちを感じたとこあった。あったな。教えて。で、まあその治療し毎日してるとか、うん、そのみんなが休んでる時間とかに治療して、そう、はい、全部の、だからもうカメラさんとかもカメラ置いてバッテリーとかも充電してる時にしてたってことだよね、うん、だからみんなもう全然放送されない。だからカメラも置いてバッテリーも充電してる、何もない時に僕は 何してたって。だからそのケアし してもらったり、うん、だからすごい、ダンホルもダンホルだからカメラ回ってない時にわざと来てくれてて。そうそう、何のために来た。マキの腰を治すために。ダンホルさんのおかげでね、うん、もう回復に近づいていくわけ。最後な、回復に近づいていって、僕はダンホルはやめとけよマキまだやでって言われながら、俺はもうやりたってしゃあないから、うん、試合に出ないのにロキソニン飲むんですよ。関係ない気持ちっしょっていう感じでロキソニン飲んでランニングもして、カメラないでバッテリーも置いてるとこで、もうとにかく俺はみんなが昼寝中とかももう試合に出たいから。おう、あ、そう、全然気づかんかったわ。別にみんなに見せたくてしてるんじゃなくて、俺は本当に試合に出たいっていう、まっすぐな気持ち。それいい、マジで試合で活躍したい。俺のために枠らに来てくれた方も一人二人おると思う、そういう人たちのために頑張ってる姿見せたいっていうのもあって一緒に頑張ったんですけど、最後の試合の時にボルダレーンを3錠ぐらいぶち込んで、行き過ぎやって、出たい勝ちたい。でついに僕は今までもうベンチのその声掛けに重点を置いてたんですけど、上のテントこう持ってな、そうそう、あれもなんで俺なんで立ってるか、あれ多分コメント欄来ると思うわ。マキヒカうるさい、ベンチ座れって来ると思うんですよ。腰痛くて座れへんねん。あ、そういうことね。ベンチが痛い、座りがきついもんな。座りがきついから俺枕行くまでの電車立ってたよ。立ってたきついから立ち喋るよね。腰痛い人はもうねえか立ちやもん。そう、間がこれがない。それがしんどいから。で最後の試合にもう間に合うようにダンホルさんも頑張ってくれて、僕もいっぱい薬飲んで、うん、そ最後の試合相手ももうちょっと因縁のある、僕のちょっと関係のある高校やったんですよ。関係はないけどね。関係です。関係ない。おう、でもうアップもして、うん、フォワードでがっつり準備して、で枠らももう5日間かけてみんなも頑張ってくれてるから、うん、でも体力的にもうしんどいからこっちも、うん、フォワードもちょっとバテ切ってたし、遠見がおらんかった最後。そうやな、最後だけ。だからもう前も攻撃おらん、もう俺頑張りたいと、俺出たい、なんか残したい、高井選手のためにもなんか残したいっていうところもあったんで、うん、頑張ってたんですよ、はい、そして最後出れなかったんですよ。俺めっちゃムカついてきたんですよ、これ本音やね。ムカついて、はいはい、1個目が自分、なんでこんなことになってしまったんだ、不甲斐ない自分にね。もう1個ナスさん、なんでなんで俺出さんねん。お前、え、万全じゃないからね。出せよ、出さんよ、あぶねあぶね。マキのためも思ってるし、チームのためも思ってる。那須さんが今後を見てくれた。いや、俺はその試合にマジでかけてた命。勝ちたかった。おう、だから俺もうアップとかバリしてて、そこも多分絶対試合の方にカメラ向いてるから、俺にスポットを当てるカメラはないやん。俺ベンチエグいで。任して、分析しときます。いや、映らん、映る映る、一瞬に映るマキとか俺見えるから。目もすんごいガン決まり、分析します。東京のような感じやめろお前。1試合目、2試合目、3試合目、4試合目、俺ずっと立ちで喋りです。で、この喋りももう非常にいいもの。どうでした試合してる側として。俺は全く聞こえなかった。嘘つけ、お前と会話したりもしてた。数字だけは聞こえる、聞く耳してたけど、なんか俺後から聞いた話、なんか相手のユニが緑やぞとかも言ってたらしい。誰から聞いたやつだっけ。怪我して勝ちたい思ってるやつが、相手のユニ緑やぞとか言ってるって。お前もうそれで叩かれたくないわ、やばい。笑顔です、笑顔か、ほがらかに、チームをほがらかにしたいから、いろんなワードをこう言ったりして、みんなこう元気、勇気、笑いでリラックスで、めっちゃ助かりますみたいな、めっちゃお声いただいて、
これもうトーンでわかんない、こいつふざけてるトーンか。だからちゃんと言った時は目合って見、はいはいはい、合ってたやろ。これをずっとやってたよ、その4試合でも。最後の試合は選手に集中、選手になるためにこれやめたよ。あ、そうなの。これでみんなを鼓舞する、助ける、塩分チャージ渡しもやめて、時間マンもやめて。おい、それそれあったの、もう塩分チャージ渡しマン、あれエグいな、お前。これだいぶ助けられたで。試合熱い中、もう30分ハーフやし、高校生バンバン走る中、ハーフタイムとか給水の時ってもうほぼ意識ないぐらいでやってんのよ、うん、こうなってんねん。でもうマキは塩分チャージャーでもう知ってるやん、青いやつとか、あれポーンと取って人の膝に、全員の膝にこうこうなってる膝に全員に置いてってくれて開けて、あれで誰も倒れへんかったんや。嘘、俺の塩分チャージマンで。いや絶対それはあんねん。俺塩分チャージマンだけちゃうでやったこと。はいはい、味違いの塩分チャージを個人的に持ってきてた塩分チャージマンやんけそれ塩分チャージマンはい、はい、水とかの横に塩分チャージ置いてるやん。その勝手にこうやって取った塩分チャージのゴミをなんかこうやってノールックで塩分チャージマンやんそれ。塩分チャージマンの一つやん。なんかスタッフとかに負けてたやろ、塩分チャージこうやって開けてはお前だけで塩分チャージです。大の袋、あの丸々入ったやつ、7、8開けてたやろ。1日7、8開けてたから、お前、え、トータルで6日ぐらいあったから40袋ぐらい開けてるやん。ほんで、予備のために違う味のシークワーサー塩分チャージ持ってきてて、食う人の袋もらって、お前もう袋も集めてる。何個あった最後の袋、塩分チャージ手に収まった。すっげえ、これ塩分チャージマンやった。ヘグい、だいぶ助かってた。塩分チャージマンしたみんなの氷をこう、あ、そうや、わ、氷もさ、氷マン、その氷マンやねんけど、普通は頑張ってもこう2やねんけどさ、お前もう手長いしさ、でかいからさ、ここにも氷で4いけたよ4、氷奥のやつとここの氷でこう4いけたやろもうそれぐらいもうやってたで、ね、お前もう完璧やったよ。 OS1 も飲ましたりしてたし。 OS1 もお前めちゃくちゃお前そうや、 OS1 こいつ何個あるかも分かってたやろ、もうあと何個あるとか、あれをもう人に飲ます仕事してたやん。すっごかったぞ、あれ映らない。そこ音声さんとかそこも映らないですから。すっごかったぞ。俺はそれを捨ててまで最後の試合出たいから、最後はそれ全部やめたやん。あ、ハーフタイムだからもうアップしてるから、試合出たいから。そうか、だから出る準備してるから。だから最後の試合多分みんなハーフタイム疲れ切ってたと思うで、うん、だから後半に響いたんでしょうね。で、あんまりいいって。でも僕準備してた最後の試合、それを使わない那須さんがいた。だから俺那須さんにイラついたんですよ。別にこの感情ってサッカー選手としていいと思ったんですね。ああ、まあ確かにね。だから僕怖い話しますよ那須さんに言いに行きましたねえ、何よ俺なんで出さへんの。出さへんよ、怪我してるから。いや、もう治ってるって。治ってないって。ボルダレン飲んでましたで、ナスさんに出さなかった。質問しに行った。その出せよじゃなくて、出せよじゃなくて、もう全部大会が終わってナスさんのとこに、なんで出してくれたんですかって言って、出す確率何パーくらいやったんですか。ああ、ゼロ。それでお前今治ってるんか。そうそれを言いたかった。あ、感謝や、感謝の動画でした。あ、そうやな。チャムギョプサル美味しいユンちゃんでした